千広しはじめは十国五越,越の第五代の王。文木王勢に元の旧男。北総の千祖長広氏委員の引きにより、広氏の字が略されている文献もある。法ただし4年8月24日、文木王勢に元の旧男として、公衆公信堂に生まれる。兄は三大王千広しさ、四大王千広し。母は暮れ間月。天福年月に、 内木場所軍指揮し兼業主空となり、兄の千広久の代に兼業大位となる。天福十二年三月、大衆士士として、大衆に赴任する。この際、現地の方言衆の層の天台特賞に面会した際、際早く、甲州に戻った方が良いと勧められ、十月に、甲州に戻る。同年十二月、急激な軍部の改革を恐れた縮小の子。 進む思うにより四大五越王千広氏が範囲に追い込まれ、異母帝である千広氏はじめが五越王に擁立された。犬ゆう元年1月、天竜堂で即位し、弟の千広氏奥を上昇に任じた。3月には、兄の千広氏の暗殺を進言した、子進む思うの進言を泣いて拒否、子進む思うは、節圧氏に汚名と偽って、 千広氏の暗殺を命じたが拒否され、有門のうちに死去した。犬ゆ三3年2月、南東の賃海が復讐に攻めてきたので、策略でもって、これを敗退させた。後順2年6月、母大号が皇居。9月、禁酒令を出した。建徳3年1月、甲州の南東攻めに要請により、部下を参加させるも、敗退する。この年、敗戦による人手不足のため、 民から徴兵を試みたが、弟の千広氏奥に収められて止めた。元徳5年2月、広州の南島攻めに参加し、南島が広州に基準する。4月、広州で大火事。県高市元年、広州の清掃が休止し、人教の変により町教員が即位し北総成立。9月、クーデターを計画していた母方の叔父のご信とみらを流罪にする。 関督2年、僧の後食攻めに、王妃孫太都の弟の孫昭優を派遣して、参加させた。以降、王政氏の銭をもんみ、福氏をたびたび代理として、開封に派遣した。開けたから7年、僧の南東攻めに自ら参加し、上州を攻め、翌年に降伏させる。開けたから9年1月、南東降伏の祝賀のため、自ら開封に、 カイロで三代、四月に帰国する。十月、長教院が急死し、弟の長光義が即位。十一月に王妃孫太都市が皇居する。太平公国三年、再び開封入りし、五月に進化と図って、御越領を献じた。僧からは、ワイ回国王、関南国王、南洋国王、京王、東王に封じられた。 丹ン抜ヌ川元年8月24日に還暦を迎え、その祝宴の席上で倒れ、皇居した。基本的には国内の農業、生園業、商業を振興させ、東、シナ海を物体とした国際海上貿易を行って富を蓄えている。蓄えた富をもとに古代の核王朝に徴降して、作法を受けて安全を買うも、 国葬が南塔を下したことにより、残りが自国と北関となってしまい、早めの納め土を決断した。もともと千一族は仏教への信仰が厚かったが、広しはじめは天大徳商を国史に招いて、菩薩会を受けたり、英明園児を英明寺に招聘したり、愛孔王塔を作らせて各地に奉納したり、空立寺、霊史寺、霊院寺、仙孔王寺などを創建したり、 大陸で参逸した天台協定を求めるため、高来と日本に依頼したり、子供を僧侶にするなど、仏教信仰に努めた。戦意一族は、兄弟が多く、自身の兄弟を、内政、軍部、地方の高官につけるほか、小屋いとこ、老いも高官に任じ、一族で、護衛国を運営した。僧に基準もは、一族は、僧の官僚として活躍した。ありがとうございます。